カラの次元に連れ去られたナルトを救出するため、ボルトたちは異空間にたどり着いた。そこでナルトを封印したワン型の棺を監視するカラのボロに遭遇した。ボルトたちはボロに攻撃を仕掛けたが、ボロの化け物じみた再生能力に苦戦を強いられる。しかしカワキの話によると、再生能力の源となる核がボロの体内に存在し、それを破壊することでボロの再生能力を封じることができるらしい。サラダはシャリンガンで核の位置を特定して、千鳥でボロの体内から取り出し、核を破壊した。そしてついにカワキとボルトがカーマの力でナルトをワン型の棺から救出した。しかし核を失ったボロが暴走を始める。制御不能なボロの攻撃にサラダたちはなすすべなく万事休すかと思われたが、ボロの強力な一撃を受け、地に伏していたボルトの姿が突然消え、次の瞬間空中に現れた。ボルトは先ほどまでとはまるで別人だった。それは気を失っていたボルトの意識をモモシキが乗っ取ったからであった。調子に乗るなよ、加藤氏。くらえ。どうだ今、どうだ今、どうだ今。何と言ったか、こいつの術。ああそうだ、螺旋。螺旋。まだだ、青き瞳の少年は、まだ先だ。ボロを倒した後、モモシキの意識は消え、ボルトは再び気を失った状態に戻った。まるで別人のようなボルトを見たサラダたちは、カーマが想像以上に危険なものであると察した。